おい、起きなよ。おいってば。もうとっくに講義終わっちゃったよ。え、うさぴょん。おい、そこ、講義中にうるさいぞ。すみません、すみません。この小生意気なやつは西比レナ。大学で知り合った俺の女友達である。お前な、何さ、せっかく起こしてあげたのに悪いのは誰？あんたでしょ。はいはい、どうもありがとうございました。感謝の念が足りないな。あんたが寝てた間のノート見せてあげようと思ったんだけどな。すみませんでした、見せてください。やだ。俺、宮地聖也と西比レナの出会いはまだ入学したばかりの頃のこと。キャー、ひったくりよ。任せろ。と、いや、さあ観念しろ。さあ観念しなさい、ひったくり犯。いやいや、ちょっと待って、俺ひったくり犯じゃないんだが。じゃあひったくり犯は誰なの？俺が取り押さえてるやつだよ。助けてください、ひったくり犯を捕まえようとしたら逆に捕まっちゃって。やっぱりあんたがひったくり犯なんじゃん。信じるなよ。そんなわけで俺たちはひったくり犯を捕まえたことで大学から賞とかもらった。レナとはそれから1年の付き合いになる。だいたい2年生になって必修科目がさらに増えるとか最悪だぜ。嫌なら履修しなきゃいいんじゃない？卒業できなくなるだろう。あ、ノート1ページ書き写すごとにジュース1本おごりね。お前、そのためにさっきの講義の板書1文字1ページ使ってんのか。習字でもやってんのかと思った。いっしん。まあこんな感じでレナは俺にとって悪友みたいなやつなのだが、実は密かに恋愛感情を抱いていたりする。あ、レナちゃん、ヤッホー。ヤッホー。レナちゃん、よっすー。ロス。レナはモテる。男女問わずモテる。彼女は正義感が強くて、ひったくり事件をはじめ目の前に困っている人がいたら助ける。それゆえ彼女に助けられた学生は多く、男女問わず彼女を慕っている人は多い。それは恋愛感情も含めて。おまけに可愛い、スタイルもいい。実際去年のミスコンでは優勝していた。その上頭がいいもんだから教授たちからも一目置かれている。うちの大学ではスターみたいなやつだ。そりゃ好きになってしまっても仕方ないだろう。およ？さっきから人の顔じっと見てどうかした？だけど俺は告白できずにいる。自信がないのもある。今の居心地がいい関係を壊したくないのもある。レナも俺のことを単なる悪友としか思ってないだろうし。お前ってよく見るとさ、小じわ多いよな。ああ、とにかくいろいろな理由で俺は告白できずにいる。おい、もういっぺん見ろよ。はーん。ゲブ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 。というか告白しない方がお互いのためかもしれないな。缶は9台。ねえ、ノートを写させてあげた代わりに私の頼みを聞いてほしいんだけどいい？すでにジュース200本くらいおごることになっているんだが。あんた、私の恋人役やってくれない？どうかした？あ、いや、一瞬何を言われたのかわからなくて心停止していた。それ絶対何か病気だから病院で精密検査した方がいいと思う。恋人役ってのはなんだ？ほら、私ってモテるじゃん。そうだな。結構男とか寄ってきて困るわけよ。なるほど、つまり男よけになってくれってわけか。まあそういうこと。本当はあんたのだけど。俺のなんだって？なんでもない。でどうなの？何不満なの？当たり前だ、俺はそんな安い男じゃない。俺を恋人役にしたいなら5万円払ってもらおう。わかった、ならあんたを5万で雇ってあげる。え、これなら文句ないでしょ？文句っていうか、何が悲しくて好きな人の恋人役などやらなくちゃいけないんだ。その上お金で買われるなんてなんだか惨めだぜ。じゃあ私10万円。え？え？私は20万円。
え急に何？ちょっと急に何なの？いやちょっと話が聞こえてさ、聖夜くんに恋人役やってもらえるんだったらお金出しちゃおうかなって。なねえ、20万円出すからさ、私の恋人役やらない？え、だったら私30万、私40万、50万。いや俺でオークションすなよ。というかこれ一体どういう状況やねん。話は聞かせてもらって。どっから湧いて出た？セイヤの恋人役をかけてオークションをするんだったら、構成をきたすために全学生に知らせるべきだろう。何せセイヤの恋人役を狙っているのはお前たち3人だけじゃないんだからな。え？というわけで、この後教室をまるまる一つ借りて、セイヤの恋人役をかけたオークションを開催するぜ。じゃあ俺、教務課で申請出してくるわ。じゃあ私はみんなにこのことを知らせてくるね。私も。どういうこと？それからしばらくして、バイバイガヤガヤ、バイバイガヤガヤ。俺の恋人役をかけたオークションにめちゃくちゃたくさんの女の子たちが教室に集まってきた。俺モテモテじゃね？まあそりゃそうでしょうよ。俺1年の頃は合コンに参加しても全く見向きもされなかったんだけどな。一体どういうことなんだ？あんたはここじゃちょっとした有名人なんだから当然じゃん。有名人？女の子の足の裏を槍状のものでくすぐる、通称ヤリサーの壊滅、大学近辺に出没する露出狂集団の逮捕に貢献、大学教授が起こした靴下盗難事件の解決、エトセトラエトセトラ。これだけいろいろやってたから大学じゃあんたはすっかり有名人なわけ。これでモテない方がおかしい。それお前も一緒だったじゃん。というかそれならもっと俺女の子に声かけられてもよくないか？それは私があんたの女だと思われてたから。え、そうなの？だから今まであんたは女の子に声かけられなかったんだよ。でも最近になってそうじゃないって知られて。ほう。そうこうしているうちにオークションが始まった。ではまず1万円から。はい、2万円、3万円。俺このままじゃとんでもない目に遭いそうなんだけど。まあよかったんじゃない？ほら、あんた彼女欲しがってたし。そらそうだけど、俺はお前のことが好きで。まあでもこの調子だと俺は何とも思われてないみたいだよな。はあ。それからもオークションは続き。100万円、100万円で落札です。ついに落札されてしまった。俺、100万円で落札しちゃったよ。せいやくん、これでせいやくんは私の恋人役よ。あ、はい。それじゃあせいやくん、キスして。え、なな、キスって。あら、せいやくんは私の恋人役なのよ。恋人役ならキスくらい同然じゃない。そうかな。そうよ、ほら早く。仕方ないな。それじゃあ私からキスしてあげる。ダメ。わ、え、せいや、こっち来て。レナ、いいから早く。あ、ちょっと待ちなさい、落札者は私よ。これは聖夜くんを略奪するチャンス。待てー、オークションの参加者たちが追いかけてきた。ここならしばらくは追ってこれないでしょ。なんか俺結婚式でさらわれる花嫁になった気分なんだけど。ごめん。別に謝る必要はない。俺としてもキスはしたくなかったしな。そうなの？そうだよ。なんか知らん間に話がでかくなっていって、逃げるに逃げられなかったから。レナが俺をさらってくれたおかげでむしろ助かった。そっか、
でもどうして助けてくれたんだ？レナ？我慢できなかったから。あ、おしっこが？うん、缶は9台。そのあんたが他の女とキスするところを見たくなくて。レナ、それってどういう。だからあんたのことが好きだから。あんたが私以外の女とキスするところ見たくなかったの。え、レナが俺のこと大好き？大好きは言ってなくない？いやいやいや、こんな時に冗談なんて趣味悪いぞ。冗談なんかじゃない、私はあんたのこと好きなの。この1年あんたとバカなことして一緒にいろんな事件解決した。レナ、私がピンチになった時何度も助けてくれた。そりゃ好きになるでしょうが。あんたは白馬の王子様か。なんで怒ってるんだ？だってあんた全然私の気持ちに気づいてくれないし、それなのにあんたは女の子にモテモテだし、私がどんだけやきもきしてたかわからないでしょ。あんたがいつ誰に取られるかわからなくてずっと不安だったんだから。そんなこと言われても。言われなきゃわからないだろ。告白してくれなきゃさ。だってあんたは私のこと友達としてしか思ってなさそうだったし、今の関係壊すのも嫌だったし、だからせめてあんたに彼女ができないように女よけのために恋人役になってもらおうとか必死になってたんじゃ。あの恋人役ってそういう意図があったのか。それくらいあんたのことが好きなの。誰にも取られたくない。ごめん、嫌いになったよね。私のせいであんたには彼女できなかったわけだし。嫌いになんてなるかよ。え、俺もお前のことが好きだから嫌いになんてなるわけないだろ。え、せいやも私のことを。俺も同じなんだ。お前との関係を壊したくなくて告白できなかった。せいや、俺たち一緒だな。そうだね。下手わよ。見つかったみたいだな。逃げるぞレナ。でしし、うん。そうして俺たちは手をつないで一緒に大学から逃走したのだった。後で聞いた話なのだが、実は一連の出来事は全てあらかじめ仕組まれたものだったらしい。だってお前ら全然くっつかないんだもん。はたから見たら付き合ってるのは丸分かりなのに一向にくっつく様子がないから、なんとかくっつけようってみんなで話し合ってたのよ。で、ちょうどお前らが面白そうな話をしていたからこれだと思ってな。なに、礼には及ばない。お前たちにはみんな世話になってるからな。みんなお前たちがくっついたのを知ってすげえ喜んでるんだぜ。いっそ大学を挙げてお祝いしようって教授たちも。それは絶対やめてくれ。見ろ、うちの彼女があまりの恥ずかしさに顔を上げられなくなっちゃってるんだぞ。みんなに知られてるなんて、もう大学行けない。そんなこんなで俺とレナはお付き合いをすることになったのだが、恥ずかしすぎてしばらく大学は休むことにしたのだった。おまけ、そろそろ大学行かないとな。まだよくない？教授も事情考慮して出席は免除するって言ってくれてるし。でもさ、さすがにそろそろ講義出ないと試験の時困るし。大丈夫でしょ、ノート見せてくれるって友達が言ってくれてたし。そんなに大学行きたくないのか？だってみんなに微笑ましい目で見られたら恥ずかしすぎるじゃん。まあ気持ちはわかるが。それにさ、もうちょっとだけ好きな人と通じ合った余韻に浸りたいんだよ。ダメかな？それでダメって言えるのは男じゃないな。じゃあもうちょっとだけ大学サボっちゃおう。でもダメ、せいやは男じゃなかったの？男ではない。マジで？じゃあするときどうすればいいの？お前ついてるだろ。ついてないよ。なんでついてると思ったの？お前は持ってるじゃないか、立派な玉。へん、魂って言おうと思ったのに。